上昇勝利ですよ、ね、かなり下がってきてるんで、しかし今は新規感染者の方の数やはり2000人台ということで、依然として高い水準にある。4月7日まで感染 再拡大防止対策期間でございます。今こそみんなの力でこのコロナの感染を抑え込んでいかなければいけません。服部知事は明日から3連休に入るのを前に、外出や飲食の際には改めて感染対策を徹底するよう呼びかけました。今月7日にまん延防止措置が解除され、福岡県内の専用病床の使用率は 50% 以下まで減少しています。その一方で新規陽性者の数は2000人前後が続くなど高い水準が続いています。これまで第5波まではピークからおおむね1ヶ月ほどで陽性者が大きく減ったものの、今回の第6波はなぜ長引いているのでしょうか。感染症に詳しい医師は、子どもと飲食店に限らない人が集まる場所がキーワードだと指摘します。今感染者の中心がおそらく10代以下の子どもさんが最も多いと思います。ただでさえ感染力が強く、マスクをつけることがなかなか難しい環境の子どもさんで今感染が広がっていますから、下げ止まりが続くと。また飲食店のように感染対策の枠組みが決められている場所以外にもっと目を向ける必要があると訴えます。まん延防止法等では規制ができない人が集まっている場所での感染ですから、このポイントはマスクを外す回数、時間を短くするということ。その上で伊藤医師はこの先の福岡県の感染動向をこう分析しています。下げ止まりと言いながらも徐々に人数はちょっとずつ下がりつつあるというこの傾向は、しっかり今の防止強化策がですね、功を奏していると。ワクチン3回目が行き届いてくると十分明るい先があるということを期待していただいてですね、ここを今のところ頑張ってですね、諦めずに続けていただくということが大切だろうと思います。